僕はモスクワで生まれた。だがその頃のことは何も覚えていない。旧世界が核の炎で破壊し尽くされた時、僕はまだ赤子に過ぎなかった。僕を含む4万人ほどの人々が町の地下深くにあるメトロの駅に避難することで生きながらえた。あれから20年が経ち、終わりなき冬の懐へと上がっていくのは一握りの勇敢な者たちの役割となっていた。メトロは我々の家であり、トンネル内を闊歩する悪魔のごときミュータントどもに対する砦だった。それでもなおいつの日か地表に戻れるだろうという希望は捨てていなかった。だがある日、新たな脅威にさらされた我々は人類の存続をかけた戦いに身を投じる羽目になった。